出した方がいいと思う、はい、もうちょっとはっきり出した方がいい、なんでやねんって言ってるやん。帰ってまーす。はちゃめちゃだ、二人で。もう帰るんやったらちょっと帰るや。ちょっと待ってください。どっちがどっちなの？はい、こっち。えらい。手少ないんで帰ります。はい。先が切れてないやつあげます。あ、偉い。そうそうそう。先帰ります。はい、もうサクッと帰りや。帰れほら。ごめん、ね。こっちだよ。こっちや。餌あげて1個。やばい。プルプル。じゃあプルと多分餌を帰る。プル。いいか。ジェジェ帰ろうか。はい、帰るよ。来る。うん。テスコ待ち。ジェジェ帰ります。テスコは外にいます。テスコ待ち。わーっと。ガガガガ。すごいな。これ仲変わったら変わるもんやな。面白いぐらい変わってる。はい、そのまま餌あげながら歩いて。そのまま餌あげながらあっち歩いて。いそうそうそう。ポンって投げてもいいよ、全然、はい、中だったら切って食べるから、はい、岩の上一緒に帰るぐらいの感じで。お父ちゃん、お父ちゃん、
こっち側に回ってプールって言ってプーループールーあまりだよね、そのせいプールー皆さん、このグダグダな練習付き合っていただいてありがとうございます。もう見てのとおりのセツコちゃん、わがままなんですよ。もうスタッフから、家族からも、ね、甘やかされてて、めちゃくちゃわがままに育っております。基本的にね、はい、スタッフの言うことは聞いてくれません。もう我が道を行く性格ですね。手が低い、手が低い、ぜひね、そんなところを覚えて帰っていただけたらと思います。もう一緒に帰るつもりで、いつ帰るかわかんないですね。もうこの夕方ぐらいまでなっちゃうかもしれないんですが、あけぼちゃん帰ってくれるでしょうか。はい、新人スタッフが向き合ってくれてるので、もうね、皆さん覚えていただきまして、はい、ここはの新人スタッフの方ですね、はい、ペアがどうやって上手くなるのかも見ていただけたらと思います。はい、じゃあやっと帰ってくれました。めちゃくちゃ長かったですね。はい、大きい声で、はい、出迎えて、はい、おはよういいねはい、了解は僕ですよ。はい、初めにポンポンポンって上げた方がいいよって言ったら、はい、それから移動、はい、行こう。で、細かいことはもういいから、はい、とにかく気分よく、はい、ご注目ください。妹のテツコちゃんが先頭で皆さんの近くまでやってきてくれるようです。あちらの妹テツコちゃんは現在約体重130キロあります。はい、皆さんの近くにやってきてくれました。こちらがね、お名前募集が始まった子です。ぜひ皆さん、いいお名前が思い浮かびましたら、素敵なね、お名前を送ってください。どうぞよろしく。はい、じゃあね、テツコちゃんがやってきてくれましたが、テツコちゃんの次はお兄ちゃんジェジェ君の登場です。はい、どうでしょうか。ガラス越しで見るよりね、意外と大きくないですか。さあ、そんなトドたち、お魚は何を食べているのかと言いますと、アジやサバ、コハダなどを食べています。さあ、そのようなお魚、今お母さんのひなちゃんでだいたい1日ですね、15キロぐらい食べています。さあ、お父さん、こてつくんでもね、もう同じぐらい、そしてさらにね、それよりも多いぐらいの量を食べています。はい、結構体食系のトドたちなんですよ。さあ、それでは最後はお別れのご挨拶です。さようなら、バイバーイ。さあ、以上をもちまして、メアドのタイムは終了です。ジェシコちゃんとジェジェ君もね、お持ち帰りたいと思います。さあ、本日はご来館いただきまして誠にありがとうございます。その後も館内にどうぞごゆっくりとお過ごしください。さあ、それではご来館のお客様に続いての伊勢シーパラダイスのイベントメニューをご案内いたします。さあ、この後館内アシカ館ではアシカショーが始まります。この後館内アシカ館ではアシカショーのお時間です。さあ、ぜひ皆様、この後はアシカ館観覧席へとお越しください。本日はご来館いただきまして誠にありがとうございます。この後も館内でどうぞごゆっくりとお過ごしください。